こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、米津玄師で検索していました。儲かる人気のお宝ライブグッズを大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、本日はね、米津玄師で、えー、キーワードでね、検索していました。ぜひね、まあ、非常にあの、びっくりしたんで、ぜひ、あの、紹介ね、させていただきます。はい。えっ、ー、と、これヨネズ、米津玄師さんですね。こう、キーワードを入れていただきまして、 ここですね、完了してください。はい。で、ヨレズケンさんっていう方、ちょっとわからなかったので、調べてみたんですけど、こうですね、調べてみたんですけど、まあ、結構有名なシンガーソングライター、みたいですね、ここ出てる、ウィッキーで出てるんで、結構あのやっぱ人気のある方なんでね、びっくりしたんですけど、まあ、この方のね、ライブグッズが非常に高く売れてるので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。で、あの、こういうライブ、 シンガーソングライターの人気のある方っすごいですね。ライブグッズいっぱい出てるんですね。なので、結構こう見てて、やっぱ高いんですよね。すごい。結構いいよね、なん、知ってるんですよね。で、こちらの方来てみてすごいびっくりしたんですけど、もう数万単位ですね。で、売ってます。はい。で、これなんですけど、これ2万2000円とかですね。で、売ってるんですね。はい。で、これちょっと検索してみたんですけど、 これですねこのパーカーですね。これはライブで買ったのかなこれですね、えー。パーカーですね。米ズ原子ツアーですね。グッズパーカー。これって多分ツアーで買ったパーカーだと思うんですよね。なので、あのこれすごい高いんですよ。22,220円で売れているので、まあ、一度も使ってないことなので、新品も非常ですね。はい。でもう一つ、なんかすごい気になったのあったんですけど、 まあこういったね、あの人気シンガーソングライターのライブ行ってね、も、ま、う、あ、あの、現地で買うとすごい高く売るみたいですよね。すごい。これびっくりしたんですけど。あと、このフィギュアですね。こういうのもあるんですけど、これもすごい高く売れてるんでびっくりしたんですけど。これフィギュアやったんですよね。今のシンガーソングライター、びっくりしたんですけど。これもそうですね。新品ですね。新品。未開封ですね。未商品。だからこういったね、グッズがあると高く売るみたいですよね。 でこの方、すごい人気あるみたいなんで、ぜひね、まあ、この方のグッズ持ってる方ね、売っていただければ、新品だともうすごい高く売れちゃうんで、ぜひね、まあ、これ参考にしていただければいいかと思います。はい。ぜひね、あの参考にしてみてください。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるのね、マリヒマルプにします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、ゼロにテーマ役を見てですね、興味方、メッセージからよろしくお願いします。 あと YouTube からね、質問一切受け付けてません。LINE や登録によろしくお願いします。本日はサーフ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。